メキシコシティ大聖堂ウルトラバロックとはメキシコ、ペルーなど中南米諸国において創始国であるスペインやポルトガルが導入したバロック建築様式が現地の人々の美意識によって独自の発展を遂げた様式。ウルトラバロックとは写真家、小野一郎の造語。サンフランシスコ教会、ペルー、今16世紀頃のいわゆる 大航海時代にスペイン、ポルトガルなどがラテンアメリカやフィリピンに植民地を建設すると植民地支配を安定させるために先住民たちへのキリスト教の布教とその拠点となる教会の造営を行った。当時の教会建築の主流はスペイン、ポルトガルなどカトリック国においてはバロック建築であり各地の植民地にバロック様式のカテドラルが建設された。 建設には当初、ヨーロッパ本国から部材を運ばれたものもあったが、次第に現地の材料、現地の職人によって、建設とその維持、修復が行われるようになると、現地人の美意識が反映した、新しいバロック建築様式と呼べるものが現れた。その特色は、過剰な装飾極端な造形鮮やかな色使いなどで、ある。これらは、 本家のヨーロッパバロックにもある要素であるが、それを一層大胆かつ極端に推し進めたのである。それに着目し、メキシコの境界建築をつぶさに撮影した。小野一郎はこれをウルトラバロックと呼んだ。ありがとうございます。